いや、そういえました。直前解説、今週は高松宮記念です。よろしくお願いします。ワクチン発表されましたが、今週からミーチが入ってるんですけども。そうですね、はい、この馬の能力を、ね、示す数値を私が独自で作ったミーチというものを、今週から横に載せていこうかなと思います。まあ、一応ね、はい、外国馬のビクターザミニアだけちょっとクエスチョンマークですが、他は、フル公開でいこうかなと思っております。一応ね、一番人気の、想定されるナムラクレアが82でトップと、はい、であとね、やっぱりその G1 馬のママコチャがトップ、2番目で、あとね、やっぱりね、いつも言うんですが、私の評価ではやはり、レベルの高いマイル戦線の方がスプリント戦線よりレベルが高いよねということで、ウィーン・カーネリアンあたりが高く出ているというところですね。はい、で、まあ、他ね、まあ、ちょっとここからね、だんだん解説していきますが、このミーチ自体はそれぞれの1レースごとの、能力というか、1レースごとの、レース内容をミーという MI という小文字の方で表記しておりまして、でそれで数値を出して、その最大値をミーチという形で、表現していこうという形になっております。なので非常に、ね、数値として分かりやすいと思うので参考に、ただこの通りに決着がするわけでもないということも頭に入れて、解説を聞いていただければなというふうに思っております。はい、それでは過去の3勝レース見ていきます。まずは去年の高松の宮記念です。はい、去年の高松の宮記念ですね。このレースはですね、ファストフォースが勝ったレースですが、かなりね、勝ち時計が1分11秒5という時計が示すように、非常に道悪だったので、道悪適性が出るレースだったということですね。まあ、その中で名村フォースが一番道悪適性ながらも、があって勝利したんですが、まあ、2着の名村クレアはね、本当どんな馬場でも崩れなく走るといった内容で、強い内容の2着だったのかなと思ってます。あとはね、ほんとちょっと東進マカオであるとか、下の方にね、メイケールとかも、まあ、これ折り合いつかなかったりもいろいろあるんですが、ほぼ能力を発揮できずに負けた馬に対して、まあ、ナムラクレアはほんとね、いつも堅実にスプリント戦線なら崩れないよねっていうところを見せたのかなと思ってます。あとね、ロータスランドあたりもね、5着6着かななんですが、まあ特別見どころがあったわけではないんで、まあ、去年に関しては、まあ、今年がね、どの程度道悪になるかちょっと なんとも言えないんですが、どうも当日雨が降らないんで、ここまでの時計がかかる道悪いにはならないと思っていて、であればあんまりこの道悪のレースに関してはちょっと参考外と見て、これはまあ本当に道悪になった時の、ちょっと参考レースぐらいの評価でいいのかなというふうには思っております。はい、続きましてスプリンターズステークスです。はい、これね、去年の秋のスプリント王決定戦ですね。でこの日はね、ややインコース優位のトラックバイアスだったということもあって、ね、例えば2着のマッドクールあたりはインの3番手の絶好位でトラックバイアスを生かしての2着と、で逆に外目を、ね、早めに動いていったままこちらが1着で、あと、折り合いを書いてか、スタートでちょっと出負けして浜中ジョッキーがちょっと押してしまって折り合いを書いて、それで3着だったナムラクレアは強い内容だよねと。であと、まあ、例えばもうちょっと言うとね、内側通った馬がやはりこのあんまり強くないよねということで評価をしてあるというのことですね。で、着順よりもこのね、MI という意味では、こう言ってみていただくと、実はレース内容で一番強かったのは82を示すナムラクレアであって、逆に2着のマッドクールなんかは、インコース有利なトラックバイアスを生かしたりとか、前残りの展開を生かしたということで79で低めに出ると。で、逆に、外を回って強かったなんで言うと、メイケーエールであるとか、まあ、今回出てこないアグリあたりが高く出るということなので、まあ、この時のレース内容を踏まえると、やっぱり一番強かったのは、ナムラクレアでちょっと落ちてママコちゃん、まあ、この2頭がほぼ互角で、着順よりも悪い評価だったのがマッドクールやジャスパークローデの内を通ったというふうに評価になってます。でメイケールはね、いつも強い内容なんですが、まあ、着順以上にね、ほんと外回って強い、これ、ね、強い内容の5着なんですが、ただまあ今回もこの枠順、外枠なので折り合いがつかない可能性が高くて、まあ、能力を発揮する可能性ちょっと若干下がったかなとは思っております。はい、続きまして京阪杯です。はい、京阪杯ですね。東進マカオが勝ったレースです。まあこれね、ほんとね、100歳以上に強い内容で58キロの金量を背負って外枠で、まとめて差し切るといった内容です。で後位を進んだ、ルガルあたりが2着ということを考えると、まあ基本的にはこの内容を見るとルガルとはちょっと勝負付けが済んだのかなといった内容です。ただね、東進マカオに関してはどちらかというと外目で気分よく走った方がいい馬なので、今回の枠順でどこまで能力発揮できるかっていうところがポイントなのかなと思います。なので能力さえ発揮できれば、このね、4ポイント差、この MI がある差があるように、ミーが差があるように、この4ポイント差を考えると、もうちょっとほぼ勝負付けが済んだ内容だったのかなと思ってます。あとね、ビッグシーザーに関しては、先手を取ったんですが、ちょっと2番手の前にバトルにかなり競られたので、まあ控える競馬をすればもうちょっと、巻き返してもおかしくないんですが、ただね、ちょっと今回はかなりメンバー強化なので、そこをどう見るかっていうのがポイントになってくるのかなと思っております。
はい、続きまして阪神カップです。はい、阪神カップですね、この日はですね、まあ、フラットな馬場状態だったんですが、ウィーン・マーベルが後位の馬込みの中から抜け出しての1着という内容です。で、まあ、あの 1200m の重賞よりはやはりちょっと距離が長い分、1400の方がレースのレベルが高いので、G2 ですがそこそこ高いミーが表示されていると、数値が、掲示されていると。で、勝ったウィーン・マーベルが79と、で2着のグレナディア・ガラスが78なんですが、で問題はこのママコチャが、まあ、後位から伸びを書いての、5着と、まあ、もうちょっと走ってほしかったよねっていう内容なんですが、やっぱりちょっと若干距離が長かったのかなと思ってます。なので、まあ、あのスプリンターズステークスのね、強い内容、自分から勝ちに行く強い内容を見ると、まあ、ママコチャに関しては距離短縮で巻き返す可能性が高くて、ウィン・マーベルに関してはいつも崩れない。で、もうちょっと言うと、このウィン・マーベルってどちらかというと内枠を引いてロスの台競馬をした時に構想するタイプなので、まあ、枠順がね、ちょっと今回外枠を引いてしまったのが少しマイナスかなと思ってます。なので、まあ、ママコチャが楽に先行して、スプリンターズステークスのようなレース内容ができれば、巻き返す可能性が高いかなというふうには思っております。はい、続きましてシルクロードステークスです。はい、これね、シルクロードステークスですが、逃げた馬がまあ、帝王スパートなんですが、ちょっと離してくれたこともあって、離れた2番手。それもペースもね、あんまり速くないとこ、2番手の追走で抜け出しただけなので、正直ね、この2着のアグリに差を、着差をつけた、0コンマ5の着差をつけたほどは、能力差がないと思ってます。で、本来ね、ミーも、0コンマ1が、1ポイントなので、5ポイント差つくはずなんですが、展開面と、筋量を加味すると2ポイント差ということで、そこまで、差がないというか、まあ、このルガルの、2着、勝利に関しては、展開に恵まれてのちょっと強く見えただけかなと思ってます。で、今回の場合は意外と逃げ馬が多くて、テームスパーダがいて、うちにモズメイメイがいて、さらにこの外国のビクターザウィナーというのはかなりスタートロケットスタートを切る馬なので、そういうところも踏まえるとルガリに関しては楽な競馬にならないということを考えると、まあ、この、ね、気分よく走った時のこのミーの77は発揮できないと見ると、なかなか厳しい競馬になる可能性が高いかなと思っております。はい、続きまして東京新聞杯です。はい、これね、桜トゥジュールが勝ったレースですが、この日ね、もうめちゃめちゃ極端に因果有利な日で、実はこのレース当たったんですが、ウィン・カーネリアン本命で。で、まあ本当ね、1着が、桜トゥジュール、インコースですね。2着が、ウィン・カーネリアン。3着、ホービスケット。本当ね、内側通った3頭で決まったレースと。もうちょっと言うと、4着のアスク、こんなもんだってさえ4着ということですね。で、マテンロスカイだけは外回って5着だったんで、これはね、実は着順以上に強い内容だったんで、この後ね、中山記念で構想すると。まあ、こうやって見ていくと、実は、ね、こうやって、インコースが極端な有利なトラックバイアスだよって踏まえて、レースの内容を分析すると、上位の5頭よりも、実は負けたマックスクドディーバが84で一番レースのレベルが、レースの内容は良かったということが分かると。で、いつも言ってるんですが、やっぱり日本の競馬って中長距離の2000メートル王道に距離が短くなればなるほど、レースのレベルが下がるよねって見ると、このね、結構一戦級が混じったメンバーの中での、まあ、いくら展開に恵まれての勝利といえども、この81っていうのは、やっぱりスプリント戦線に入ると、かなり、上になるのかなと私は思っております。なので、まあね、初めてのスプリント戦でついていけるかどうか、そこがちょっと、微妙なところではあるんですが、まあ、このウィンカーネリアに関しては逃げなくてもね、競馬したことが結構あるので、逆にスプリントで、自らね、4、5番手の外目で、かぶされない形であれば、いきなり走ってもおかしくないかなと思っております。はい、続きまして京都牝馬ステークスです。はい、ソーダズリングが勝ったレースです。で、ちょっとね、外目が伸びていたようにも見えるレースなんですが、ただ他のレース見ると外がすごい伸びていたわけではないので、まあそういう意味で言うとほぼフラットな馬場状態でした。それを、中段の外目から抜け出して勝ったのがソーダズリングで、2着のナムラクレアがさらにちょっと後ろからですね、追い込んでる2着ということですね。で、まあほぼタイム差がないので、ミーとしてはほぼ互角になるんですが、これで筋量が1キロ差あった分だけちょっと、ナムラクレアがやっぱり実際のポイントは高く出ているというところですね。なので、まあ、ソーダズリングとナムラクレアで、もうちょっと言うとね、スプリント戦線なら崩れないナムラクレアの方がやはり今回は、構想する可能性が高いかなとは思ってます。ただね、ソーダズリングもナムラクレアを破ったように、極端に差があるわけではないので、展開次第では、少し注意が必要かなとは思っております。あとね、ロータスランドが、後方の、ね、決め出しを貯めて打ちをついたみたいなことでちょっと悪口書かれてたんですが、まあ、これ実はね、確かにうちの馬場の悪いところに入ったように見えますが、後方で足を貯めてロスなく乗ったからこそここまで来たかなと思うと、個人的にはやっぱりナムラクレアの方が上と見ればいいのかなというふうには思っております。
はい、続きまして阪急杯です。はい、阪急杯ですね。この日もね、インコースがかなり有利な日で、見ていただくと分かるんですが、内側を通った、まあ、逃げた朝倉キングが2着で、内を通った1着2頭が1着3着というところですね。で、まあ、2番手追走の里のレーブが4着というように、本当ね、内を通った馬が上位を独占するという、いわゆるもう本当インコース有利なトラックバイアスが、を示す典型的なレースかなと思ってます。なので、まあね、その馬場を生かしたんですが、まあ、金量とか専用の方がちょっとね、専用スプリントよりはレベル高いよねとか踏まえると、ミーとしては79ぐらいの評価を与えてもいいかなと思います。ただ、まあ、逃げてね、逃げた朝倉キング今回ちょっと除外に出れなかったんですが、やっぱそうするとね、着差よりは金量とかいろいろ加味していくと落ちるのに1ポイント差があるというのが、このレースです。なので、ウィンマーベルね、こうやって見ていくと、まあ、この2連勝内容強いし、専用のね、強いメンバーで勝ってるねって見方をすると悪くないんですが、ただね、まあ、やっぱりさっきから言ってるように、この馬ってどちらかというと内目で足を溜めてロスなく乗った時が一番高走するパターンなので、まあ、この枠順だとって、まあ、トラックバイアスがね、外も有利だったらほぼ差がないんですが、やっぱり内側がちょっと有利とかに出ると、やっぱりちょっと枠順的に今回厳しい枠順になったのかなとは思っております。はい、続きましてオーシャンステックスです。はい、これ東進マカオが勝ったレースです。まあ、東進マカオね、中段後位の外目追走から抜け出すと、まあ、馬場状態フラットなんでね、トラックバイアス加算とか一切ないので、まあ、この力通りの、ポイントで78とで、実は、まあ、0コンマ2差があったので、本当は2ポイント差があったんですが、ビッグシーザーね、ちょっと道中かなり直線で、ね、ここでぶつけられる不利があったので、ちょっと1ポイント加算で、ちょっと差は1ポイントになったというレースです。で、まあそうね、だからこのレースを見ると、東進マカオ一つちょっと一枚抜けたよねって間違いないんですが、やっぱビッグシーズあたり迫られたところを見ると、ちょっと、まあ、レースのレベル自体は他の路線よりはレースのレベルが低くて、まあ、東進マカオ自体はやっぱりちょっと気分よく走って展開に恵まれるぐらいではないと、G1 では厳しいのかなと思ってます。で、まあ、それよりもビッグシーズがちょっと落ちるので、まあ、ビッグシーズは今回ね、1枠1番を引いたので、よっぽどインコース有利なトラックバイアスで好意のインで流れに乗ってポツンと気分よく走るみたいな展開に恵まれない限りは、まあ、厳しいと言い方でいいかなというふうには思っております。はい、それではここでお知らせです。今週はオンラインセミナー、そして午後からライブ配信があります。そうですね、いつものように、午前中ですね、有料会員様専用で馬券の買い方の、オンラインセミナーを行った後、午後にですね、ウィティアちゃんを呼んでですね、ラーマライブやるので、ぜひご覧になっていただければなと思います。ウィティアちゃんのね、馬券プレゼントも多分あると思うんで、ぜひね、応募していただければなというふうに思っております。はい、それでは展開はどうなりそうでしょうか。そうですね、なんかね、評判のこのビクターザウィナーっていうね、外国の馬がですね、かなりスタートが早いようなので、これがどうも先手を取ろうとしたところを、内からモズメーメとテームスパーダが譲らないという展開になるのかなと思います。なので、まあ、ビクターザウィナーがね、どうしても逃げたいタイプでもないので、まあ、4と7のこの行きたい2頭を行かせて、2、3番手から競馬を進めると。で、さっきから話して、まあ、さっきね、ミーチを見ていただくと分かるんですが、実はね、そんなに人気ほど差がないメンバー構成で、で、ね、ババの締め方にもよりますし、トラックバイアスにもよるんですが、トラックバイアス次第では、本当ガラッと着順が入れ替わってもおかしくないぐらいの能力差なので、波乱もあり得るので、本当直前までね、ぜひババを見て馬券を買っていただくのがおすすめかなと思っております。はい、それでは一頭ずつ解説お願いします。1番ビッグシーザー。そうですね、ちょっとね、正直力が足んないというか、まあね、前回の2着は東進マカオとであればそこまで差がないかなぐらいで、1枠1番を引いたので、好意のインでロスなく乗ってインコースの有利なトラックバイアスになって、まあ東進マカオ逆転できそうだよねぐらいの評価ですね。で、問題はじゃあ他のもっと一戦級と敗れるかどうかっていうのは、まあ本当ちょっと力が足んないかなと思うんですが、よっぽどインコースが有利なトラックバイアスになった時に少し抑えればいいかなという評価でいいかなと思っております。2番マッドクール。これもね、さっきお話したように、実はスプリンターズステークスなんかも本当インコース有利なトラックバイアスで、インベタの最高の位置を走って、まあ、あの競馬で勝たなきゃみたいな感じでの2着なので、まあ、正直言うとやっぱりあのレース内容としてはナムラクレアであるとか、勝ったママコチャよりかなり劣るんですね。なので基本的には買わなくていい1頭なんですが、人気でもね。ただやっぱりこの枠順を引いたので、このインの3番手の絶好位、つまりスプリンターズステークスと同じ位置を走りそうなので、インコースが有利なトラックバイアスの時だけ抑えればいいと思います。で、逆にここに入ったとしても、ババがフラットだったら基本的にはちょっと通用しない可能性が高いので、ババ状態がフラットならば人気だなので買いたくない。で、逆にまああんまり買いたくないけど、内側がやっぱり有利になったらスプリンターズステークスと同じような展開になってしまうので、少し抑えなきゃいけないという感じでいいのかなと思っております。3番ナムラクレア。
ね、なかなかね、G1 だと勝ちきれないんですが、まあね、本当いつも一番人気になるように、本当このスプリント戦線では崩れないし、能力的には一番なのかなと思っております。で、まあね、浜中ジョッキーがね、スプリンターステークスもね、本当緊張したのか何なのか、一枠でちょっと出まくしたら今度勢いつけてね、折り合いを書いたみたいなとこもあるので、もうちょっとうまく乗ってれば、本当ね、G1 届くかなという馬なので、力はある馬なので、本当ね、悲願の G1 制覇果たして、欲しいなと思うぐらい、頑張ってほしいなという馬ですが、まあね、人気がどの程度になるかというところもあるので、そこも踏まえて、評価したいなと思います。もっと間違いなくこのスプリント路線の中ではこの馬が一番強いという見方でいいかなと思っております。4番、モズメイメイ。まあね、これ日曜逃げるかどうかなんとも言えないですが、もともとね、なんだっけな、青いステークスかな、青いステークスを勝った時に実はフライング気味のスタートを切って逃げを打ったんですが、あの時はね、多分ゲートに突進したらたまたまゲート開いちゃったみたいな感じなので、そこまでね、めちゃめちゃペース、スタートがうまいまではないのかなと思います。なので、まあ一応ね、のしをつけてこの枠順なので逃げようとするんだけど、多分逃げられないか、逃げても止まるというぐらいでいいかなと思います。なので、モズメイメイがね、先手を取るとテーブスパーダかわすまでに足を使うんで、ペースが上がると。で、モズメイメイがちょっと言うほどいけないと、テームスパーダが楽に逃げて2番手でビクターザウィナーで、想像よりもペースが落ち着くというところなので、まあ、馬券としてこのモズメイメイが来るかどうかはっていうと来ないんだけど、この馬の出方次第でちょっと展開が変わるのかなと思っております。5番東進マカオ。はい、東進マカオですね、まあ、2連勝の内容非常に強い内容で悪くないんですが、ただやっぱね、メンバーにちょっと恵まれたかなって感じがしてます。まあ、2走前ルガルだし、前回ビッグシーザーだよねって思うと、やっぱね、 G1 のメンバーに入ると少し展開に助けがないと厳しいかなというところですね。あとね、あんまり揉まれたくもないので、本当は外枠の方がいいかなってタイプなんですが、まあただね、バグの切れたところとかに入って、展開に恵まれれば少しチャンスはあるかなぐらいの評価でいいかなと思っております。6番ルガル。そうね、前回さっき言ったように、ね、スローの2番手追走でうまく恵まれた感があるので、まあ、今回ね、先行馬多いんで、そういう展開にはならないと思うと基本的には厳しいという見方でいいかなと思っております。7番テイエムスパーダ。まあ、これが先手を取ろうとするので、内からモズメイメイとどの程度競るかってところはあるんですが、まあ、基本はね、この馬が逃げたとしても、まあ、セントールステークスで一回逃げ切ってはいるんですが、あの時ね、みんなが放置しすぎた感もあるので、今回 G1 で、かつね、ビクターザウィナーっていう海外の馬もいるんで、楽な逃げにはならないと思うんで、買わなくていいかなと思っております。8番ソーダスリング。まあね、一応ね、ナムラクレアを破っているよねっていう意味で言うと、まあ買わなきゃいけない一頭なんですが、まあ、ただ前回の内容を見るとやっぱりナムラクレアの方が若干上だし、1000人に戻れば本当ね、今回ナムラクレアかなって感じがあるので、まあちょっとこの馬が、来るにはですね、差しが届く展開とかの助けが必要かなとは思っております。9番シャンパンカラー。まあね、NHK マイルを勝った馬なんですが、去年の NHK マイル組ね、ほんと条件級でもコロコロ負けるぐらいかなり低レベルなメンバー構成で、まあ、その後の走りを見てもちょっと G1 では苦しいかなと思っております。10番ビクターザウィナー。まあ、ちょっとね、これ僕ね、正直まだちゃんと調べてないんで全然わかんないんですが、一応スタートがかなり早そうなんですよね。で、単純なメンバー比較では香港のね、メンバー比較すると通用してもおかしくないかなって感じはするんですが、まあどうかな、ちょっとやって、もうちょっと調べなきゃなんとも言えないんですが、多分楽に逃げても止まるぐらいの馬かなと個人的には思ってます。ちょっと今これ現時点では分析できてないんで、もうちょっと分析したいなと思っております。11番メイケンエール。これ評価難しいね。スプリンターズステークスなんかもね、去年も一昨年も外回ってめちゃめちゃ強い内容で、インが有利なトラックバイアスを加味すると内容いいんだよねって話で、もう能力だけは間違いないよねという馬です。ただまあこの6枠11番だとすると、なかなか折り合いつけづらい枠順だし、すごいスタートが早いわけでもないので、なんか力があるんでね、頑張って、これでインターレースっぽいんで頑張ってほしいなってところはあるんですが、ちょっと力はあるんだけど、うまく乗れる感じがしないなとは思っております。12番ロータスランド。そうですね、これもね、前回さっき言ったように内をついたのがダメみたいな話もあったんだけど、ただそうは言ってもうまく乗っての、競馬なので、やっぱりちょっと今回のメンバーでは苦しいかなというふうには思っております。13番ウィンカーネリアン。まあこれ主者難しいんですよね。さっきから言ってるようにマイル戦線強いよねって見ると、やってるメンバー断然だし、例えばこれね、毎日王冠でも逃げて残ってるとか、そこそこ頑張ってるねとかって見ていくと、実はね、本当マイルの G1 でもそこそこね、展開向かずに敗れてるのもあるので、マイルのそれこそ重賞でもこれだけ走ってる馬がやっぱスプリント戦線転戦かつ先行力あるよねって見ると、やっぱ買わなきゃいけない一頭かなと思ってます。で、多分ね、前3、4頭を行かせて、でも本当ね、
手あの中段の外目で今回多分競馬をするのでかぶされずにスプリントでむしろねのし、スピードを生かせる競馬をすればむしろこの馬が、ま、ワンチャン一番強い可能性があるかなと思ってます。なので気分よく走れれば本当スプリント戦ならちょっと刺す競馬もできそうなのでチャンスはあるかなとは思っております。14番ママコちゃん、そうね、まあ、前回はちょっと距離かなって感じもしていて、まあ、スプリンターズステークス自ら勝ちに行く強い競馬で勝ってますし、やっぱね川田うまく乗るんでね、そういう意味で言うとやっぱり今回巻き返す可能性はあるかなと思っております。15番ディビーナ、これもねちょっと取捨難しくて、まあね、中長距離っていうかマイル戦線を使ってる中ではディビーナよりはウィンカーネリアンの方がちょっと若干いいかなぐらいなんですけど、ただディビーナ自体も全く人気にならないようであれば、例えば府中牝馬ステークスも折り合いつかずに本当ね無理やり先頭立って押し切ったりとか、あとで追い込む競馬でビクトリアマイルなんかも非常に強い内容での、競馬があったりするので、まあこのディビーナも初距離で人気にならないようであれば、でかつまあ外の差しが届く場合かな、ディビーナの場合は。なので外も不利じゃないトラックバイアスになった時には少し注意が必要かなと思っております。16番ウィンマーベル、これもね、2連勝の内容が、まあ、悪くないの でかつ専用なので専用のスプリント先生よりレベル高いよねって見方をすると悪くないかなと思ってます。ただまあねこの馬の構想パターンどちらかというと内枠で好意のインで流れに乗るみたいなタイプなので、まあ外枠がちょっとあんまり合わないかなという感じがしているので、まあ、この馬が来るためには外も不利じゃないトラックバイアスで、中段の外目で足を溜めてどこまでいった感じかなと思っております。17番マテンローオリオン、そうですね、まあ、ちょっと最近の競馬見ると負けすぎですね。基本的には厳しいという見方でいいかなと思います。18番シュバルツカイザー、そうね、2走前ねオープン特別勝ってるんだけどやっぱり弱いメンバーだし重賞だと今回は厳しいかなというふうに思っております。はい、以上18頭となります。それでは最後に見解をお願いします。さっきからお話しているように、ね、非常に能力差が少ないメンバー構成です、うん、なので、かなりトラックバイアスが、結果に大きな影響を与えそう、あと道丸が、ね、どの程度残るかというところもあるのでそこを踏まえてちょっと今の時点ではなかなか判断は難しいかなと思うんですが、さっきお見せしたように、ね、やっぱり能力的にはミーチが、ね、トップだったナムラクレアがちょっと1枚抜けているんですが、ただすごい抜けてるタイプ能力が抜けてるわけでもないので、ナムラクレアが基本は中心、あとは馬券的にはね、さっきから言ってるように別路線を使ってるウィン・カーネリアン・ディビーナ、ここが人気にならないようであれば少しチャンスと、で内側が有利なトラックバイアスになった時にはやっぱり内枠先行馬にちょっと注意を払って、外目が届く時にはさっき言った初距離のウィン・カーネリアン・ディビーナあたりをちょっと取り上げると馬券的には面白いかなというふうには思っております。はい、それでは今週も馬連予想大会開催します。はい、ちょっと今週難しそうですね、はい、18頭で、ね難しそうなんですが、まあ、この YouTube のコメント欄に生まれ1点、あとはですね私の X の投稿にリポストしていただいて1点書いていただいて当たった方抽選で10名の方にこの17中小アナリティクス分の天城表をプレゼントしたいなというふうに思っております。最後マチコさん生まれ1点予想、はい、今週はですね7枠からウィンカーネリアンからママコチャで行きたいと思います。7枠2等ですね、はい、はい、いきます。はい、はい、以上今週は高松の宮記念の直前解説をお送りしました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録・高評価お願いします。それでは